はい、モチベーションにお悩みの皆様、億万長者合宿の久保でございます。モチベーションなんてね、まあいらないっていうか無視ですよね。もちろんモチベーションがあるに越したことはないんですけども、まあ吉田さんがね、今回ね、いいですね、すごくいいこと言ってくださいましたね。モチベーションを上げるだけではなくて、あえて下げるみたいな、下げて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 下げまくったら死ぬというところなんですよね。でも死にたくないんで、モチベーションを下げまくった時に反発してグッと上がるんですよね。私も同じ考えを持ってるんですよ。さすが吉谷さんですね。私はですね、いつの間にか借金が3000万円をぶっちぎりに超えてですね、取り返しがつかなくなっちゃったんですけども、その時の気持ちです。どうやってもですね、毎月100万以上の借金が増えていくのが止められなかったんですよ。毎月100万以上の借金ってどう思います？毎月ですよ。今月100万のお金が足りなくなって100万円借りました。来月30日後にまた100万足りないんですよ。200万ですよ。で、この200万、もう1ヶ月だと300万なんですよ。1年経ったら、2年経ったら、3年経ったらって考えたら、借金できてるうちはいいですよ。できなくなった時っていうのが行動の限界点で、破産する時ですよね。もしかしたら首をくくるかもしれません。これ本当にですよ。まあ、だから私はこう思ったんですよ。ほっといても100万の借金ができるんだったら、まあそこでね、借金の額が毎月100万が10万増えたり20万増えたりしてもあんまり関係ないなと。じゃあ100万の借金ができたのと110万の借金ができたのとどうですか？同じようなもんでしょ。っていうことは、私は100万の借金じゃなくて120万の借金をすることを選んだんですよ。そして20万は何に使うかと言いますと、チャランポランに遊びましたね。もうね、現実逃避して、どうせダメになるんだったら自分の意思で加速をつけて早くダメになろうかなと思ったんですよ。早く落ちてやるみたいなね。そうするとですね、緩やかに落ちていくよりもブワッと落ちてる時って気持ちがいいんですよ。そしてですね、緩やかに落ちていく時すら見えなかったものが見えてくると、まあ周り見えなかったんですけどね。で、ここで肝心なのは、上昇する時も自分の意思、もうめったやたらに落ちる時も自分の意思っていう風に、私はいつもね、全部ではないんですけども、自分の意思とは関係なくそうなることを望まずに、全ていい時も悪い時も自分の意思でそうなってるっていう風なものを一つ残していったんですよね。そこにモチベーションはありませんよ、ね、だって落ちていくモチベーションってありますかね？ないですよ。ものすごくダメになってくるんですよ。何もかもダメになって、八方塞がりになって余裕もないと。人に対するこうコミュニケーションもものすごく心理的に負担がかかってくると、うまくいかなくなってくると。でもこのモチベーションのない中で、もっとね、モチベーション下げてやろうって、まさに吉田さんが言われてる通り、もっとダメになったらどうなるのかなと。あ、転落してるってこういう気持ちなんだとかね。ああ、なんか、自分はもう起き上がれないかもしれないな。まあでもいいかと。人生の中でこういうふうなね、落ちて落ちて落ちてしょうがないと。もう上がる見込みすらないみたいな時期も珍しいよねと。でも逆にですね、私はこう思ったわけですよ。私は毎月100万以上の借金を一部意図して作っている。そして大部分は私がどう抵抗しても結局は大借金になるわけですよ。100万円の借金っていうのは、それが80万になったところで破滅は変わんないわけですよ。80万でも100万でも120万でも同じだとしたら、私は120万を選んで、そのマイナスに、マイナス100から加えられてマイナス120に行く、この20を余剰資金と考えて、そこは私がね、自分でもう最後、ね、最後の晩餐ではないですけども、なんかね、まあ、死刑囚が最後の食事ってのは好きなものが食べられるそうですね。もうその気持ちですよ。この20万は自分の好きなことに使ったやろと。そうするとですね、毎月5万ずつ借金が膨らむ方よりは面白おかしく過ごしていけるんじゃないかなっていうふうに、私はね、そういうふうに考えたわけですよ。さあ、ここまでお話して何が言いたいかっていうと、モチベーションなんて入ってないんですよ、ここに。モチベーションなんて入ってないけども、あらゆる行動は自分の自由に選択できるんですよね。だからモチベーションがないよとかね、やる気がないよとか、時間がどうだとかね、お金がないからって、そういう理由はいくらでも思いつきますけども、でもね、それがあろうがなかろうが、結局自分がどこを見てどこに進むのかっていうのはあんまり関係ないんですよ、モチベーションとはね。うん、だからモチベーションがないからできないっていう先入観から早く脱しないといけないですよね。それ先入観、思い込みなんですよ。だって人がね、モチベーションが上がらないときはどうすればいいんですかみたいな質問するでしょ。あ、モチベーションがないときってみんなできないもんなんだ、だから自分ができなくてもしょうがないよねって先入観出来上がってるんですよ。だからこの普通の発想じゃ普通の結果しか出ないですよね。だからなんかね、その異常な結果を求める、例えば3年で1億円の利益を残すとかね、現金一括で家を買うとかね、家を買った次の年に車3台買うとか、こういうのは異常なんですよ。異常ってことはもうね、今日の発想が常識的であったらダメなんですよ。でもこれね、常識知らずになるってことじゃないんですよ。常識をきちんと踏まえた上で、その常識を
使いこなしていくってことなんですよね。常識に流されることなく常識を使いこなしていくってことなんですよ。私はですね、いろんな方が私に批判をしますし、いろんな方が私の考え方違うよって言いますよね。確かに違うかもしれません。なぜなら私は自分の人生にだけ正解をたどってるんですよ。まあ、何が正解かは分かりません。ですから私はこうなったらいいなっていう人生がまあまあ過ごせているなってところが正解だと思ってるんですよ。そしてですね、私を批判する方、非常にありがたい部分も多いんですけども、じゃあ私より面白おかしく楽しく過ごせているんだったらそうかもしれませんけども、批判する方自身がですね、自分の人生に対してもかなりね苦しんでいらっしゃる、批判的な人生を自分で送ってらっしゃるところに、私なんて構わらずにぜひね、自分の人生を身を立ててほしいなと思うわけなんですよ。で、それでもしね、私の言うことが違うと思うんだったら、その違うことをやってみてほしいと思うんですよね。私がやってることは、多分その方から見ると、なんだあれはちょっと違うんじゃないかなと思うと思うんですよ。でもその違うことをやった結果、自分がね、選ばなかった違う未来がやってくるんですよ。それがもしかしたら転落かもしれませんよね。でもね、転落を別にビビる必要はないですよ。大して転落しないですから。普通の人がね、どこまで失敗しても大した失敗しないですよ。まあせいぜいね、お金がなくなるとかね、ちょっと忙しくなるとかね、人がいなくなるとか、信頼を失うとか、その程度のもんなんですよ。ね、何をもって失敗するか、その程度のことが失敗なんですかってことなんですよ。今回はね、そんな感じで私の愚痴になってしまいましたね。以上でございます。さよなら。